days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. チャーハンにんにくをいっぱいもらったので、にんにくです。色は忘れたけど、いただきます。よし、もうこの後は今日には絶対終わりしたいから、食べたら編集を多分頑張ります。ルッピンみたい。チャーハンは冷凍してあるご飯にするか、オートミールでやるとめちゃめちゃ迷って、この間ね、ココイチのカレーをご飯大盛りプラス自分でご飯足して食べたところで、しかもトッピングもちゃんとしてね、ご飯食べ過ぎたからオートミールにしとこうと思って YouTube を見るので見ていきます。編集を始めます。あ、そう、見てください、これ、じゃーん。最近買った10円で売ってたなんかステッカー、めっちゃ可愛い。よし、編集頑張ります。上がってますね。編集をしてたんですけど、つまみたくなってしまって上げてます。このね、黄色たちでね、蒸そうか迷ったんですけど、あげました。サラダとかにもこればっかりかけて食べてるんですけど、このチリレモンペッパーソルトで食べます。いただきます。これはコアラパンをね、編集をしてます。めっちゃ可愛いんですよ、これオープニングで。可愛い、じゃーん、ほら、じゃん、これが。またもうなんかお腹が空いてしまって、もう次はかぼちゃをあげました。編集に戻ります。行ってきます。あ、あるで、あるで、切って。いいな、切ろうか。そうなんや。こんなんやと思うやん。めっちゃ可愛い。多分11月27日だと思う。まあ、奈々ちゃん美容で食べれる。そうやな、かわいいな、何入れよう。美味しそう。かわいい。めっちゃ。ありがとう。ありがとう。わ、美味しそう。
は土台のキッシュの台を焼くときに一緒にオーブンでちょっと焼きます。チメジとベーコンは軽くフライパンで味付けして炒めます。後残りマドレーヌ1個になっちゃった。気づいたら食べ過ぎ。OK。 めっちゃ漏れてる。焼いてきます。届いたエスプレッソマシーンを今から内部洗浄みたいな感じもしないといけなくて、ちょっと説明書を見ながらやります。側面の電源スイッチを入れる。どういうこと？え？わからん。やり方が分かって内部洗浄中です。いただきます。そのまま行っちゃうよ。うわ、おいしい。うん、かぼちゃときのこが最高。うん、丸1個食べます。もちろん YouTube 見ながら食べるので、バイバイ、おやすみなさい。もう食べ終わった。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。焼き芋、これはちょっと濡らしたらめっちゃ美味しく焼き上がります。で、このパンと一緒に焼くの。じゃじゃん、これは焼き芋。熱っ、ちょっと無理か、熱い、ほらやばいよ。いい匂いすぎる。いただきます。やったね。この後でこの子も食べる予定です。うん、甘っ、甘すぎる。秋の味が美味しい、うん、これはデザートすぎる。ホクホク、やっぱりオーブンでね、焼き芋がもう一番美味しくて好き。もう東京にいもあんこみたいな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。二人で映れない。お待たせしました。
てからさ混ぜて、それうち食べやなあかんもん。なんか危ない。でも別に丸めやんでもいいけど。パンを焼いてます。だいたいパンはフライパンで焼くことが多いです。目玉焼きを。じゃあクミンと塩で味付けしたパプリカとピーマンの上に乗せます。できました。クミン卵トーストとかぼちゃ。冷蔵庫をちょっと空にしたくて豆腐です。いただきます。おじゃどっちゃんおみんちゃんひとりくんも来るんだ。楽しみ。またいろいろ話せる。変に誤解されちゃう。夕食が決まりません。これさっき開けたやつ。もうないなくなる。あれ来たのあなた。おにぎりが美味しすぎて追加永遠に食べれる。食後にねちょっとあられを食べようと思ったらもう3つしかない。最後の2個いただきます。かわいい。なんかお姫様みたいや。お姫様やんか。この動画がいいねと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。インスタのフォローとホームページのチェックもしてください。それじゃあありがとうございました。